ブログさ親子で陸上アマナツインターハイの道。はい、アマナちゃんこんにちは。どうもさ、陸上部頑張っておりますが、なかなかね、クラブ活動の方が忙しくて、実際の練習風景を追いかけるところ、一緒にこう休みに競技場行ったりする時間すらない状態でございますが、トレーニングをこう効率的に進めるために、大谷選手ね、あの大活躍の大谷選手がやっていたマンダラチャートっていうのがありまして、それちょっとやってみたらどうかなと思うんで、ちょっとね、真ん中に一番目標、あの大谷選手やったらメジャーでなんかなりたいとか、なんかそのプロ野球でドラフト1位で入団したいみたいな希望を真ん中にドーンって書いて、それをやるための項目をバッとこういろんな角度からこう表を書いて、それを埋めていって、それを全部クリアしていったら真ん中の夢が叶うというマンダラチャート、これどうです、 やってみようとは思いませんか。で、うん、やってみようと思わないってこと？思いませんか？あ、うん、やってみる？やってみよう。そしたらこれをあのなんかネットで調べたやつ渡すので、自分なりにいっぺんやってまとめてください。はい、はい、それを一緒にこの表を見て、ああだこうだして改善していきましょう。はい、そしたらまた出来上がった頃にお邪魔します。そしたらいい陸上ライフ過ごしてください。はい、マンダラチャートへレッツゴー。はい、こちらがね、アマナちゃんが作ったマンダラチャートでございます。真ん中に第一目標、インターハイ優勝、これ書いてますね。これ種目何でいきましょう。400、うん、400、OK。 それをやるために、持久力、スピード、スタミナ、安定感、運、人間性、メンタル、練習で、これスピードでいくと上に来て、スピードを高めるために体幹トレーニング、ピッチ、腕振り、短距離の練習、スタートダッシュ、力まない、 100m14 秒台、筋トレ。あー、すごいすごいやん、細かく書いて。ほんでこれでまた戻って、今度こっちの持久力でいくとこういくんだよね。持久力、同じペースで走り続ける、ジョグのペースを上げる、呼吸の仕方、きつくても諦めない、シャトルラン120回以上、大具体的でいいですね。1500、5分15秒切る、3歩30秒切る、むっちゃこの辺やっぱら、で中学校で800やってたから、具体的ですね。いいじゃない、いいじゃない。でこれ、あの、こう、何？真ん中を中心として、3、2が6、8、各ブロックこう作ってるんですけども、やっていってて多分、より具体的にもっとこうした方がいいって分かってくることもあるでしょ。うん。そしたらその時点でどんどん変えていきましょう。うん、はい、次、今回のだから、特にこの3つの、3つはこの周りのスタミナ、スピード、持久力、練習、メンタル、人間性、運、安定感で一番、特に最近こだわってるのどこですか？最近？うん。最近は、スピードです、ね。スピードやね。ここのスプリントっていうところがね、中学校ずっと中長やってましたから、ここが課題ですね。はい。うん。でも課題な分、あの、伸びしろもあるし、楽しい、こう、新しい、新鮮な、ね、喜びもあると思いますからね。あるでしょ、楽しい瞬間も。そうですね。うん。スパイクもね、新しいの買ったし、メンタル、あなたって結構強そうやから、ちょっと待って。平常心、メンタル、気合、ルーティーンを決める。あ、なるほど。すごいやん。これ、どうやって調べたんこれ。なんか印刷してもらった。そうなんや。そっからこう、うまいこと、何取り入れて、失敗を恐れない。なるほど、なるほど。こういうのもまた、どうなんやろ。もっと具体的にまたなればね、いいのかな。ちょっとパパもわからないですけど。練習はここやね。休日を取る。大事。追い込んだ後の休日ね。頑張った練習のきつい練習分、休みも取らんとダメですからね。継続力。確かに。計画を立てる。ノートをつける。ノート、これ先生とやってるんですね。陸上ノート。うん。素晴らしい。食事用のバランス、タンパク質、食物繊維取ってますか？
うん、多分撮ってる。オッケー、ママにこれはね、大丈夫、ママの言うとりしてたら。継続力、あなた得意ですけども、学校でも十分やってますけども、家でその他に何かこう継続することも考えた方がいいと思うんですけども、何かありますか？腹筋とかやってんの？うん、いいぞ。お風呂に浸かる、これも大事だね。ね、ちょっといいやん、むっちゃいいやん、やるやん、あなたこれ。スタミナは、スピード、持久力、ラストスパート、あー、インターバル練習ね。うん、ここもスタミナアップするためにスピード持久力って書いてますけども、このスピード持久力を行うためにどうしたらいいかとかやった方がいいのかな、どうなんやろこれ。うん、筋スピードの筋トレも書いてますけど、この筋トレをもうちょっと具体的に書いた方が良かったりするのかな、どうなんやろ。礼儀、感謝、仲間を認める、いや、いいやん、素晴らしいやん。この調べたプリントアウトしてもらったところにはこれぐらいの内容で書いてたん？これ。あ、これあんの？これあんの？あー。あー、これか。あ、大谷さんのね。フォーク完成。あ、人間ゴミ拾い挨拶。あ、だからやっぱ、これ、例えば、大谷さんドラ1、8球団で、なるほどなるほど。例えば変化球でいくと、やはりフォークの完成度、スライダーのキレとか、かなり具体的な、技術面は具体的に書いておられるので、例えばこの、こっちの体作りの方でも、このキログラム、何キロ上げるとか、具体的な面もあったり、スタミナと一言のもあったり、柔軟性っていうのもあったりするので、あ、ちょっとそしたらあれ、甘なっちゃうのでいいかもね。うん。うん、いいやん、今で。あと、だから、だってこの、ね、100メートル何秒切るとか、ほれ、14秒切るとか、この辺のタイムを、ほら、戦後、これ切るとか、これを今、まだ200とか400とか走ったことないけど、ここのスピードのところを、もう少しその、あれ？ちゃうわ。ここの、インターハイ優勝が400なんか。やろ？そしたら、そっから逆算すると100メートルは14秒まず切らなあかんのか。いやー。それはもちろんそうやな。絶対そうやな、そうやな。ほな、まぁちょっと、うん、今でいいや。これで、とにかく、もっと具体的に分かるところがあれば、どんどん変えていって、クリアできたところがあったら消していく。オッケー。な、消していって、それが、これが全部この、スタミナ安定感から、運から、人間性から、メンタルから、練習から、この持久力から、スピードが全部達成できたら、必然的にインターハイで優勝できますから。ね。運はどうなってる？運ってどうな？ゴミ拾い、挨拶。お、あ、これ大事大事で、ポジティブ。うん。笑顔。笑顔とか、どうですか？バッチリ。バッチリ、そうやね。あなたね、家では、ちょっとこれ、運減りますよ。家ではちょっとあれやけど、外ではちゃんと笑顔してるんですね。うん。挨拶も？最高やん。ゴミ拾いしてる？ちょっとそれは。こういうとこやね。こういうとこ、俺も気をつけるわ。仲間の分の片付け。思いやり。相手への思いやりどう？それはどうしよう。さすが、人間性とか。もうあれすごいわ。だいたいパパがこんなマンダラノートなんか したことないので、もう、何も偉そうに言っておりますが、あなたすごいです。はい。ということで、今回は、甘なちゃんのマンダラチャートやってみました。でございました。予想以上の素晴らしいチャートでびっくりいたしました。はい。それでは、また会いましょう。さようなら。See you, bye. Bye.